ウクライナンのメディアや、アメリカのウォールストリートジャーナルやデイリーメールなどが、ウクライナ軍当局者が現在ロシア軍の占領下にある南部ヘルソン州のアゾフ海沿岸にある、港湾都市ヘニチェスク近郊の村にロシア軍が設けていた大規模な武器庫を破壊した発表したとして6月18日に報じたよ。ヘニチェスクはヘルソン州のアゾフ海と黒海間のヘニチェスク海峡に面する港湾都市で、ヘニチェスク地区の中心都市であり、昨年11月にロシア軍がそれまで占領していたヘルソン州の州都ヘルソン市を放棄してドニプロ川東岸に撤退した後、ロシアはこのヘニチェスク市を一方的に併合宣言したヘルソン州の臨時州都としているぜ。ただでさえ弾薬も不足している状況で、武器庫の破壊は停滞だろうね。まあウクライナ側もそれを分かってやっているんだろうけど。さて今回はそんなウクライナ軍がヘルソン州でロシア軍の武器庫を破壊した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、これらの報道によると、この大規模武器庫はヘニチェスクから20キロほど離れた村にあり、大規模とされている以外にどのような兵器や弾薬がどれほど格納されていたかの詳細は不明だけど、SNS などに掲載された爆破に関連した映像では、この日の早朝に村全体を揺るがすような爆発音とともに、巨大な閃光と煙が上がる様子が撮影されているほか、中には映像には火を吹きながらミサイルと思われるものが上空を飛来する様子も映し出されているものもあるというよ。ウクライナ空軍のミコラ・オレシチュク司令官は、クリミア半島の北側に隣接するヘニチェスク市近郊の村のロシア軍武器庫を空襲によって破壊したと明らかにしたほか、ウクライナ軍オデッサ行政区のセルヒー・ブラチク報道官もウクライナ空軍による航空機からの空中攻撃であることを認めたんだ。ウクライナ空軍では2023年5月にイギリスから空中発射型の長距離巡航ミサイルストームシャドウの提供を受けて以降、ロシア軍占領地域の奥深くにある武器庫など軍事施設への攻撃を強めているからな。このストームシャドウは空中発射型の巡航ミサイルで、爆撃機攻撃機戦闘機などに搭載されて発射され、その射程距離は 250km 以上とも言われているよ。フランスとイギリスによって共同開発され、1996年にフランスのマトラ・デファンスとイギリスの、ブリティッシュエアロスペース DI のミサイル関係部門が合併した新会社マトラ DI ダイナミクスが発足したことに端を発し、2001年にフランスの EADS 傘下であるアエロスパシアルミサイルと、アレニア・マルコーニシステムズのミサイル部門が合併して誕生した MBDA 社が製造を担当しているんだ。2000年以降フランス、イギリス、イタリアで導入されており、ストームシャドウという呼称はイギリスのもので、フランスでは SCALPEG との呼称で呼ばれているね。ちなみに、フランスの SCALPEG には独 N ミサイル D クロイズアイリネイバル海軍巡航ミサイルと呼ばれる、水上艦発射型と潜水艦発射型のものが開発されており、これらは丸い魚雷発射艦から発射できるように胴体の形状が四角形から円筒形に変更されている。他ロケットブースターが追加され、主翼の格納方式やエンジンなども変更されているぜ。ストームシャドウ本体は全長 5.1 メートル直径 0.48 メートル重量 1230kg の大きさで、胴体は四角形の断面となっており、航空機から発射された後に本体に収納されていた主翼を展開し、ターボジェットエンジンによって 1000km 毎時 M0.8 の最高速度を発揮して 250km 以上の距離を巡航するんだ。その誘導方式としては中間誘導に INS GPS TERPROM などを利用して地形に沿った飛行も可能とされ、終端誘導は赤外線画像シーカーによって行われるんだって。そして、弾頭には貫通力に優れているとされる二重弾頭のタンデムハート弾頭が搭載され、この弾頭は目標に命中した際、最初の爆発で穴を開けそこに2発目の弾頭がその中を貫き深部で爆発する仕組みになっているぜ。ウクライナ軍ではストームシャドウが供与されるまでは、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、M31 と呼ばれる射程 90km 先の GPS 誘導ロケット弾や、
同じくアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO各国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能で、射程 40kg とされる GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどによって、ロシア軍の後方にある弾薬庫や燃料庫などの兵站集積ポイントや司令部兵舎などの施設及び、供用などの補給路に対して精密攻撃を実施して、最前線のロシア軍部隊への補給を遮断することで弱体化させてきたよね。それら長射程 GPS 誘導弾による後方兵站施設などへの攻撃に悩まされたロシア軍では、これまで最前線近くに設置していた兵站集積ポイントを M31 の射程外となる 100km 以上後方に下げるようにしたため、ウクライナ軍では以前のように最前線のロシア軍部隊を弱体化させることが難しくなったとされていたんだ。そのためウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのバイデン大統領に対して、M31 と同様にハイマースや M270 から発射可能な最大射程 300km の巡航ミサイルである、MGM140A タクムスの供与を求めてきたんだけど、バイデン政権はこの A タクムスがロシア国内への攻撃に使われる可能性があることから、侵略戦争のエスカレーションとロシアによる報復としての核攻撃を懸念して、その提供を渋って応じようとしていなかったんだ。その後 M31 でロシア軍の後方の兵站や補給路を攻撃できなくなったことが原因となり、戦線が膠着状態となったと見られることを危惧したアメリカは、ウクライナ軍に対して M31 と同じく、ハイマースや M270 などマースから発射可能で射程 150km とされる GLSDB 地上発射型小直径爆弾を供与することを今年の2月3日に決定したってわけだな。この GLSDB はグラウンドローンチとスモールダイアメターボムの略で、日本語では地上発射型小直径爆弾となるんだけど、航空機から落下させる爆弾ではなく、ロケット推進によって飛翔するロケット弾なんだよね。それにもかかわらず爆弾と呼ばれているのは、弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾と呼ばれる航空機用の GPS 誘導滑空爆弾を使用しているためってわけ。GBU-39SDB は重量約 128kg、 全長 1.8m、 幅 190mm で、アメリカのボーイング社によって開発され、航空機から発射された後は本体に折りたたまれて収納されている翼を展開して滑空し、GPS を利用する管制航法システム INS によって精密誘導され、150km 先の目標に3メートル以内の精度で着弾するんだ。また、速度の遅い滑空弾ではあるものの、その弾頭は厚さ1の鉄筋コンクリートを貫通するほどの威力があるとされているため、M31 に代わって後方に下げられたロシア軍の兵站補給施設などの攻撃に有効であるとして期待されているな。しかしながら製造が開始されたばかりのためにアメリカ軍が保有する在庫が少なく、ウクライナへ提供されるのは2023年の秋以降とされ、さらに現在ウクライナが供与されているハイマースや M270 から発射するためには多少の改修が必要であるとも言われていることから、現在遂行されている反転攻勢作戦には間に合わず、イギリスがストームシャドウを急遽提供することになったのではないかと見られているぜ。このストームシャドウによると見られるロシア軍の軍関連施設への攻撃は、これまでウクライナ軍が M31 で攻撃できなかった、アゾフ海沿岸にあるマリウポリやペルジャンシクといった港湾都市周辺でも強化されていたんだけど、今回初めてヘルソン州の南端にあって、クリミア半島につながる幹線道路にあるヘニチェスクが攻撃されたことで、ウクライナ軍がヘルソン州のドニプロ川東岸への侵攻をほのめかしているとの見方が出ているよ。ドニプロ川渡河作戦については、ヘルソン市の上流にあるカホフカ水力発電所ダムが破壊されて下流域が大洪水となったことで実施不可能とされていたが、ヘルソン市近くに架けられていた浮き橋などが無事で、さらにここに来て水が引いたことで再び持ち上げられており、ウクライナ軍がノバカホフカでドニプロ川を溶かして東岸に橋頭保を築こうとしているとの情報もあり、西側メディアや軍事専門家などの注目を集めているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2023年5月29日に放送された、日本放送のラジオ番組においてジャーナリストの須田慎一郎氏が、ウクライナ軍の反転攻勢によってクリミア半島を奪還した後、膠着状態となって停戦協議の可能性が出てくると語ったよ。これについてはインターネット上で反論が挙げられている状態だね。ロシアとウクライナの問題は結構ナイーブだし、下手な憶測で語るのはネット民の餌食になっちゃうよね。そうだね。さて今回はそんなクリミア奪還による停戦の可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず番組の中で須田氏は、飯田氏のウクライナの反転攻勢がいつになるかとの質問に対して、もう反転攻勢の準備は着々と整えられていて、ウクライナ軍部隊の展開はほぼ公開情報になってしまっている、としているのであるが、これまでにウクライナ軍が反転攻勢を仕掛ける地点を確定した報道は一切出ておらず、すべては軍事専門家などによる推測に過ぎないとの指摘があるんだ。さらに須田氏は今反転攻勢するために、ウクライナサイドは合計で新たに9旅団を編成していると言われていて、そのうちの3分の2である6旅団が迫っている地点は、双方の公開情報でほぼ明らかになっており、あとはタイミングの問題ではないかと語っているんだけど、ウクライナ軍が新編成している反転攻勢用部隊の規模については、大方の欧米メディアが12個旅団4万人から多くとも5万人としているよ。同氏は双方の公開情報がどのような情報であるかについての詳細は一切語っておらず、インターネット上ではまず攻勢を仕掛ける側のウクライナ軍が事前にロシア軍にその地点を知らせるような愚かなことをするはずがない、との指摘があり、部隊の移動情報は軍隊の中でも極秘中の極秘事項であり、日本の軍事専門家でもないジャーナリストでもわかるような情報を発信しているはずがないとの声が上がっているみたいだね。そして須田氏は、ウクライナ軍を見てわかるのは、東部の方はロシア軍の防御体制が盤石なので、南部の方、クリミア奪還に向けた作戦行動が行われる可能性があるとして、あたかも自身の分析の結果であるかのように述べているけど、このことについてもここまでの戦況を知る誰もが普通に考えることであるとする声があり、わざわざラジオ番組で特ダネのように語る内容ではないとの指摘があるんだって。その上で須田氏はウクライナ東部はロシアが抑えて、ウクライナ軍がクリミア奪還となれば、場合によってはゼレンスキー大統領やプーチン大統領がどう判断するかわからないものの、膠着状態に陥って停戦協議という流れになるかもしれないとして、それがある意味での、考えられるベストシナリオではないかと述べたんだ。このことについても反論が多数見られ、一方的に侵略を受けて国土を占領されたウクライナが、2014年に一方的に併合されたクリミア半島を奪還したとして、東部ドンバス地方が占領されたままで停戦に応じることはないだろうとする見方が大勢を占めているよ。確かに東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州は、2014年のドンバス戦争の原因となったロシア語を話す新ロシア派住民が、ウクライナからの独立を果たそうと結成された武装勢力の存在があり、今回のロシアによる侵略に便乗してそれぞれ、ルガンスク人民共和国とドネツク人民共和国の建国を宣言した上で、ウクライナの支配地域も含めてロシア連邦に併合された形となっているため、仮にウクライナ軍が領州を完全に奪還したとしても、再び火種を抱え込むことになるのは明白だけど、ドンバス地方領州を支配されたまま停戦することで、ロシア側が住民のロシア化を急速に進め、さほど時を経ずしてもはや戻せないほどに実効支配を強化することもまた明らかであるため、ウクライナのゼレンスキー大統領が停戦協議を呼びかけることも応じることもないとの見方がほとんどってわけ。さらに国土のすべてを侵略以前の状態に戻さず東部を占領されたままでは、停戦によって一息ついてボロボロになった地上軍を再編成したロシア軍は、必ず再び侵略を企てるのは、これまでのロシアのやり方を見ていれば明らかであり、そのことを知っているウクライナ側は、国土のすべてを完全に奪還した上で、国境の防備を固めることができない以上は停戦に応じるはずがないんだよね。そして、ロシア側にしてもウクライナ軍がクリミア半島を奪還するということは、
そこに繋がるヘルソン州及び、ザポリージャ州も奪還されているはずであり、ドンバス地方2州に加えてザポリージャ州と、ヘルソン州も不完全な占領ながら併合を宣言している、ロシアのプーチン大統領が停戦協議を考えるはずもないことは、火を見るよりも明らかとする意見が多く出ていて、須田氏の楽観視に呆れる声もあるようだね。いずれにしてもウクライナ南部をウクライナ軍が奪還したものの、東部ドンバスの大半がロシアに占領されたままの、停戦が、ウクライナ、ロシア両国どちらにとってもある意味での、考えられるベストシナリオとはならないことは確かだね。その一方でアメリカをはじめとする西側諸国が、ウクライナへの支援疲れから停戦を、ゼレンスキー大統領に進めるのではないかとの見方をする向きもあるよね。もしそのチャンスがあったとしたら、昨年9月に4州の併合宣言が出された時だろうね。しかし、ほぼ同時にウクライナ軍が北東部のハルキウ州において反転攻勢に出て、ロシア軍を大きく敗走させたためにその機会は失われ、西側諸国はウクライナ軍による国土奪還の可能性を感じたことで、疲れかけていた軍事支援について、逆にそれまで提供を拒んでいた新型の戦車や装甲戦闘車両の供与にまで、発展させて増強したことは、ウクライナが国土からロシア軍を駆逐するまで支援する覚悟を決めたことを表しているよ。また、先日開催された G7 広島サミットにおいて、ゼレンスキー大統領が電撃来日して驚かされたことは記憶に新しいんだけど、その際にバイデン大統領がそれまで頑なに供与を拒んでいた、アメリカ製戦闘機 F-16 ファイティングファルコンを保有する他国が、ウクライナに供与することを認めるとする発言を引き出したばかりか、アメリカは機体の供与はしないがパイロットの訓練には協力するとの発言も出されたんだ。須田氏はこのゼレンスキー大統領の行動は、軍事支援の中心的存在である。G7 諸国の首脳の支援疲れを払拭させるためであり、F-16 の供与はその象徴だったとしているね。しかし、F-16 については G7 以前にオランダやデンマークが供与する動きを見せていたほか、アメリカも他国の供与を容認する姿勢であることが報じられていて、おそらくはリモートでの参加であったとしても、バイデン大統領からは同じ発言が出たと見る向きが多いよ。ゼレンスキー大統領が暗殺の危険を押してまで来日したのは、この G7 にインドやインドネシアなどいわゆる、グローバルサウスと呼ばれる、西側諸国とロシアとの間で、均等の距離を取ろうとしている新興国途上国が参加していたからであるとの見方があるね。グローバルサウスの中でも、世界一の人口を誇るインドの存在は無視することができないほど大きく、ゼレンスキー大統領は特にインドのモディ首相との会談を切望したと見られているね。インドはこれまで旧ソ連製の兵器を中心に装備していたけど、それでも近年は兵器の国産化を目指し、ロシアや欧米諸国の技術を導入して開発を進めているが技術力はまだ低く、2018年4月にタイのチェンマイで開催された兵器の展示会においてニルマラ・シタラマン国防相が、インド軍に必ずインド製を買うよう説得できるとは今は思えないと吐露しているんだ。ただ、このインドの情勢についても須田氏は認識が甘く、インドの兵器の7割はロシア製と語りそのためにロシアとの関係が切れないとしているが、現在のインドは兵器の約6割が輸入でその半分以上が旧ソ連ロシア製の兵器とされ、その他西側諸国の兵器を技術導入のために購入しており、ロシア製兵器は7割もないらしいよ。これらのことから、須田氏の自説に同調する声は少なく、クリミア半島を奪還したとしても、ウクライナ側もロシア側も停戦協議に応じることはなく、この侵略戦争が長期化するとの見方が広がっているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナの地において第二次世界大戦後から遡ってみても、最大規模の戦車戦が起きているよ。これまでロシア軍は今回の特別軍事作戦において130両も失ってしまい、ついに旧式戦車とゾンビ兵も使っているとの話だな。どうやらこの裏側には深い意味があるみたいだね。さて今回はそんな戦車戦やゾンビ兵について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
特別軍事作戦を決行したロシア軍は全ての戦力においてウクライナ軍を上回っていたんだけど、相手を甘く見ていた上に戦術が裏目に出て兵隊や装備品において大損害をかぶっており、特に西側諸国の脅威であった大量の戦車軍を次々に撃破、あるいは露覚されたことは大きな痛手となっているよ。ロシア軍は旧ソ連陸軍以来の伝統的ドクトリンとも言える、戦車部隊を中心とする多数の機械化部隊の突撃によってウクライナ軍を簡単に一蹴できると想定していたけど、2023年2月にウクライナ南東部のウグレダールの地で起こった大戦車戦において、ロシア軍は戦車や装甲車などを130両以上も撃破され、戦車戦史上においても稀に見る負け戦を経験してしまったってわけ。イギリスの国際戦略研究所通称 IISS が2023年2月15日に公表したミリタリーバランス2023年版において、開戦後1年でロシア軍が失った主力戦車 T72、T80、T90 が2000から2300両に達したと記されており、この数は実戦配備されていたロシア軍主力戦車の半数に上り、ロシア軍はその補充が進んでいない状況にあると分析したね。また、インターネット上に流出している動画や画像などの視覚的証拠から損害などを推察するオランダの防衛分析ウェブサイト OX でも、直近1年間で確認されたロシアの主力戦車の損失数が約1800両となっており、実際の損失戦車数は IISS の分析と同様に2000両以上に上ると公開しているぜ。このままのペースで消耗が続いていけば、ロシア軍が現在保有する戦闘車両の在庫が枯渇してしまうほど損害が進むよね。だからこそロシア政府は戦車メーカーのウラルバゴンザボドと、オムスクトランスマッシュに損失した分を補填するために増産を命じたんだけど、両社では新しい戦車を大量生産する能力と部品が不足している状況だよ。ロシア中部のスベルドロフスク州に本社を置くウラルバゴンザボドは、新型の T72B3 や T90M を生産している戦車メーカーなんだけど、その生産スピードは1日20台が限度としており、ロシアのリベラル系メディアノーバヤ・ガゼータ氏によると自国の軍需産業における戦車生産能力は年間に250両以下とされていて、その損失に供給が追いついていないことを物語っているみたい。また前途したミリタリーバランス2023年版によると、ロシア軍がウクライナへの特別軍事作戦を決行する前の主力戦車保有数は約1800両となっており、その内訳は旧式の順に T62 約150両、T72 約1150両、T80 約200両、T90 約300両と記されていたぜ。これら IISS や OX の分析を信じるとすると、ロシア軍は当初配備していた戦車を全て失い、損失に生産が追いつかないため保管在庫を回していることになり、実際に旧式の T62 が最前線に現れてウクライナ軍に露覚されてしまっているな。ノーバヤ・ガゼータ氏など様々な情報をまとめると、ロシア軍には有事用備蓄としている戦車の保管在庫が T72、T80、T90 を合計して2万両以上あるとされ、その数だけで見ると、これまでの損失を補っても溢れるほどの戦車が保管されていることになり、ウクライナ軍に西側諸国の主力戦車が供与されても十分に対抗できるのではないかと判断してしまうよね。しかし、実際は戦車の保管状態が劣悪なものが多く、金属部分に錆が発生していたり、ゴムなども劣化していたりするため使用するためには交換が必要とされ、標準装置などのデリケートな光学機器なども野ざらし状態になっているらしいよ。それらのうちで稼働できるのは、新型の T90 は問題ないとして T80 でも3000両とされる保管在庫の2分の1程度とされ、6900両あるとされる T72 に至っては3分の1程度と見られ、稼働可能な保管在庫戦車は4000両程度であると見積もられているな。この1年でそれら在庫のうち状態の良いものから1000両ほどが整備も完了して戦地に送り込まれているようだが、現在はパーツなどが不足していて現役復帰させるペースが鈍化しているらしく、この先は部品を入手するための共食い整備などが増えることも予想されているぜ。このような状況でも西側諸国が警戒しているのはロシア軍の戦車戦術の転換で、それは歩兵部隊において未熟な動員兵を配属させ、
旧日本軍の特攻作戦のような神風戦術を戦車部隊にやらせて突っ込ませることだね。ロシア軍の戦車保管在庫には T62 よりもさらに旧型となる T54 や T55 なども含まれていて、冷戦終了直前のミリタリーバランス1990年版では旧ソ連軍の戦車保有数は約6万2000両もあったとされ、それらをゾンビ部隊のように蘇らせることで戦車の圧倒的な数量でウクライナ軍戦車部隊を叩く戦術ってわけ。ミリタリーバランス1990年版によると旧ソ連軍の戦車保有数は T54 および T55 で約1万9320両、T62 約1万1300両、T64 約9700両、T72 約1万両、T80 約4000両と記されていて、これらは冷戦終了後に独立した共和国に分配されたが、そのうちの約 70% はロシアが保有し、NATO 加盟国の合計保有台数の約1万8000両をはるかにしのぐ数だよ。ロシア軍の T62 は標準装置などの近代化改修を施して戦地に配備されているけど、かなりの数がウクライナ軍に露格されてしまい、今後その割合が増えていくことも鑑みて、近代化改修がどこまで進められるかは不明で、そのような旧式戦車では西側諸国が供与する M1 エイブラムスチャレンジャーにレオパルト2といった、第三世代主力戦車との戦車戦を勝ち抜くことは難しいんじゃないかな。しかし、旧日本軍の冷戦が軍艦に突っ込む特攻作戦のように、西側の主力戦車1両に対して数両の旧式戦車を突撃させるほか、竜の歯やキルゾーンを活用しておとりとなるゾンビ戦車部隊を犠牲にしながら西側諸国から供与された新型戦車を運用する戦車部隊を誘い込んだところに、集中砲火を浴びせる戦術など、数に物を言わせて映画バイオハザードに出てくるゾンビのように破壊されても次々に戦車を投入することで、恐ろしいほどの犠牲を出しつつウクライナの新戦車部隊を消耗させれば圧倒的な勝利を得ることも可能だろうな。そこでロシア軍が注意しなければいけないのは、ウクライナ軍の榴弾砲やハイマースなどのマースから発射される GPS 精密誘導ロケット砲や、歩兵部隊の携行式対戦車ミサイルジャベリンによる攻撃であり、これらによってウクライナの土地がロシア兵とロシア戦車の墓場となってしまうことだよね。あとは戦車数で圧倒したとしても、戦車を動かす兵員の操縦訓練が追いつかず満足に動かすことができないのではないかと指摘されているよね。まあその辺は民間軍事組織ワグネルや新ロシア派の人員なども投入すれば十分に賄えると思うぜ。そもそも砲弾を手動で装填する旧式戦車を運用するには指揮を取る戦車長が1名、射撃をする砲手が1名、砲弾を装填する装填手が1名、そして戦車を操縦する操縦手が1名の合計4名が連携しなければ威力を発揮することができず、経験としても車長が約7年、砲手で約5年、操縦手は約3年、装填手でも約1年の訓練を要するらしいが、これはあくまでも一般論であるので惑わされてはいけないな。対するウクライナ軍でも不慣れな西側戦車を運用するのに同様のことが言え、戦車搭乗員の練度が同等であれば、ロシア軍が数で押し切ることができ、西側諸国が支援疲れをしている今こそロシアの攻め時でもあると考えてよいだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍のクリミア半島に対する大規模反撃開始を警戒して、ロシア軍がメリトポリやヘルソンの市民の避難計画があるとの情報を入手したよ。これは避難計画というよりも、クリミアに対するハイマースからの大規模攻撃防衛のために市民を盾にしているだけだと言われているな。ロシア軍が考えてそうなやり方だよね。さて今回はそんな大規模反攻のための避難計画について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。西側諸国の戦闘機や戦車などの支援によって強化再編されたウクライナ軍の大反攻が近いと噂されている。ウクライナ南部のザポリージャ州とヘルソン州において、ロシア政府によって住民が強制避難をさせられるとの情報をウクライナ軍参謀本部が4月8日に明らかにしていて、
昨年9月に領州の併合を宣言したロシアが退避の名目で住民を連れ去っていると報じられたよ。ザポリージャ州のメリトポリでは、ここ最近爆発が相次いでいて、ロシア側からはウクライナ軍による攻撃であると主張されており、4月下旬にも住民を強制退避させることになるとの情報を拡散させているね。ウクライナ参謀本部では、メリトポリなどにおいてロシア行政当局が、住民に対してロシアが発行したパスポートを所有しているかどうかの調査を進めているが、ロシア派住民と違う住民の洗い出しを急いでいるのではないかとされているな。そして、ロシアのパスポートを一応所有している新ロシア派の住民をロシア本土の安全な地域に移動させ、所有していないウクライナ支持の住民に関しては攻撃されたくない要所に集めて人間の盾とするか、あるいはクリミア半島に移動させてウクライナ軍のミサイル攻撃などを阻止するための準備を進めているのかもしれないぜ。現在、退避中のウクライナ側のメリトポリ市長であるフェドロフ氏は4月6日、同市に設置されているロシア軍拠点で複数の爆発があり、犠牲者が出ているとテレグラムに投稿していたんだ。ロシア側は、この爆発に関して、アメリカから供与されたウクライナ軍のハイマースによって攻撃されたとしており、飛来したロケット弾全6発を迎撃し、被害や死傷者は出ていないと主張しているよ。メリトポリはロシア本土につながるドネツク州とヘルソン州からクリミア半島を結ぶ、ロシア軍にとって重要な補給拠点であることから、ウクライナ軍が計画している春の大規模反攻作戦を前に爆発などが相次いで発生しており、南部戦線におけるロシア軍の補給路遮断を狙っている可能性が強く、反攻の目標が南部戦線である確率が高いとの見方が広がっているね。南部ザポリージャ州におけるウクライナ軍の反攻を示唆する証拠としては、これまでロシア軍の占領下にあったオレボボ近郊の地域に、ウクライナ軍が進出していることを示す動画が SNS にアップされているみたい。その動画はロシア側がアップしたもので、ウクライナ軍の陣地に向けてロシア軍がドローンを使って投降を進めるチラシを巻いている様子が撮影されており、その映像の背景からバシリカからオレボボを結ぶ幹線道路である T812 がウクライナ軍の支配下にあると判明できることから、これまでウクライナ軍が陣地を設置していた地点よりもさらに南へ 5km ほど進軍していたことが明らかになり、これまでロシアの占領下にあったノボニリフカもウクライナ軍が奪還した可能性が高いと言われているんだ。また、最近の SNS では、このオレボボ近郊やドニプロ川沿いのバシリウカの近郊で撮影された動画や画像が増えていることから、この地域がこの先のウクライナ軍の大規模反攻の目標地点であるとする説と、あるいはどこか他の地域での反攻計画を偽装するためにフェイント的な投稿をしているのではないかという説が飛び交っていて、どちらが正解であるのかは不明であるが、ウクライナ軍の動線を推理する上で興味深い情報として注目されているぜ。ウクライナ軍が西側諸国から供与される予定の戦車や装甲戦闘車両などによって新編成された、総兵員数4万人の機械化旅団を投入する先について、様々な予測が立てられているけど、中でも特に有力視されているのは、ウクライナ南部の州都ザポリージャを拠点としてドニプロ川の東岸沿いからドネツク州南部までのラインで、この戦線を突破してそのまま南進してアゾフ海まで突き進む作戦だね。この作戦によってロシア本土とヘルソン州及びザポリージャ州に展開しているロシア軍部隊との連絡を遮断することができ、クリミア半島を含めた地域への補給を断つことにもなり、さらにアゾフ海沿岸のペルジャンシク周辺に到達することができれば、アメリカから提供される予定の射程 150km とされる通称 GLSDB と呼ばれるロケット弾によって、クリミア半島とロシア本土をつなぐクリミア大橋を攻撃して破壊することができるってわけ。あのクリミア大橋を破壊すれば、ヘルソン州、ザポリージャ州、クリミア半島のロシア軍もろとも孤立することになり、補給を断たれた末に降伏せざるを得なくなるという構想だね。最近、オレホボ付近でウクライナ軍が見せている活発な動きは、ロシア軍が構築した防御陣地の弱点を探り出す威力偵察であるとも考えられており、その行為はメリトポリやペルジャンシクと幹線道路で繋がっている交通の要衝であるトクマクを奪還すると見て良いんじゃないかな。
もしくは南部戦線ではヘルソン州を流れるドニプロ川を溶かして、防御陣地がおそらく手薄なヘルソン州からクリミア半島北部のジャンコイやメリトポリを目指すかもしれないな。ただし、ウクライナ軍にはドニプロ川のような大河を渡過できる能力がないことをアメリカ側が密かに指摘していることから後者の可能性は低く、橋を利用するといってもドニプロ川に架けられていたアントニフスキー橋とその隣の鉄道橋は過去にウクライナ軍が自ら壊滅状態にしていることから、残るノバカホフカの水力発電所のダム上を通る橋がどれほど損傷しているか次第だと思うぜ。このダム上の橋についても、昨年8月にウクライナ軍がハイマースの長射程 GPS 誘導ロケット弾によって大型車両が通行できないほどの穴が開けられていたけど、その後ロシア軍によってダムが崩壊しない程度に破壊されたとの情報もあり、戦車を含む大部隊は渡れないと推測するよ。さらにドニプロ川の河口にあるムイコライウ州のウチャコフから対岸のヘルソン州キンバーン半島に溶かする動きがあったことに関しても、アメリカ軍による水陸両用作戦のサポートがなければ難しいので可能性は非常に低いってわけ。以上のことから南部戦線で機械化部隊による大規模反攻作戦に関しては、オレホボからトクマク、あるいはドニプロ川沿いにあるカムヤンスキーからバシリカを経て、ミハイリフカとトクマクを奪還する作戦が最も有力視されているな。また、今回も昨年9月にハルキウ州を奪還した時のように、南部戦線におけるアゾフ海撃通作戦を陽動として東部戦線に新編成の機構部隊を投入して、バフムート周辺のロシア軍を駆逐した上で、昨年7月に制圧されたリシチャンシクとセベロドネツクを奪還する可能性も考えられるぜ。これでロシア軍が総崩れになれば、ルハンシクまでウクライナ軍が一気に到達できる可能性が高まるほか、バフムートから南下してドネツクを北と西から挟み撃ちすることもできるよね。しかし、この地域はもともとウクライナの新ロシア派武装勢力の拠点であったため、ウクライナ軍を侵入者とみなして抵抗すれば、逆にウクライナ軍が兵站を断たれることになり、さらにロシア本土に近いことでロシア軍への補給が容易であることから東部戦線での反攻の可能性は極めて低いだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。西側諸国からの戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両の提供を受けて再編されたウクライナ軍が、自国領内を不当に占領しているロシア軍を駆逐する反転攻勢作戦が間もなく開始されようとしているよね。そんな状況の中で、ウクライナと国境を接するベルゴロド州やクラスノダール地方などで、ロシア国内への攻撃が相次いで発生しているらしいね。これに対してロシア側がウクライナ軍が民間施設などを標的として攻撃を加えているとして非難しているが、ウクライナ側では否定しているな。さて今回はそんなロシア国内への攻撃と双方の首都にドローン攻撃が行われていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在、ロシアの首都モスクワとウクライナの首都キーウに対して、互いにドローンによる攻撃が行われているなど、両国ともにウクライナ軍の反転攻勢を前にこれまでにあまり見られなかった動きを見せている状態だよ。ウクライナと国境を接しているロシア西部のベルゴロド州では5月22日、ロシア人による反プーチン武装勢力である自由ロシア軍団とロシア義勇軍団が、合同してウクライナ領内からベルゴロド州に侵入し、国境に近い個人化、グロトボ、ゴーラポドルなどを解放した後にさらに北西にあるグライボロンの周辺でロシア側の国境警備隊などと交戦したことが報じられたね。自由ロシア軍団とロシア義勇軍団の戦闘部隊については参加人数や装備など不明な点が多いが、装甲車やヘリコプターなどを使用していたとの情報があり、ベルゴロド州内深く侵入したために、ロシア側ではグライボロン周辺に住む大半の住民を避難させたほか、ベルゴロド州のグライボロンの北西10キロほどにある核兵器保管施設から核兵器を移送し始めたとの情報を伝えるメディアもあり、ベルゴロド州内でいくつかの拠点をこの2つの軍団が支配していることは間違いないとされ、ロシア軍の後方撹乱が実施されていたぜ。ベルゴロド州に侵入したこれら3つの軍団は、
ロシア側の発表によれば24日にはウクライナ領内に退却したとされているけど、ロシア自由軍団が25日時点でまだベルゴロド州内にいることを示す標識などを指さす、兵士を撮影した動画を SNS のテレグラムに投稿するなどして、両軍団がまだベルゴロド州内に駐留していることを示唆したほか、ロシア軍の装甲兵員輸送車4両を路隠して捕虜を捉えたと主張するなど、情報が錯綜しているみたい。その他ベルゴロド州ではここ数日、ウクライナ軍によるものとされている砲撃を頻回に受けていて、5月31日にも3度目となる砲撃があったことをベルゴロド州のグラトコフ知事が明らかにしており、それによると同州のシェベキノへの攻撃では住宅や学校などが被害を受けたほか、送電線や産業施設なども被害を受け火災が発生し、4人が負傷したとしているけど、これらの攻撃についてウクライナ側からは特にコメントなどは発信されていないね。また、国営ロシア通信 RIA ノーボスチによると、クリミア半島とクリミア大橋でつながるロシア南部のクラスノダール地方にあるロシアン南部の主要輸出港で、ロシア海軍黒海艦隊の基地の拡張が急がれているノボロシースクに近いイルスキー製油所と、約 80km の地点にあるアフプスキー製油所がドローン攻撃を受けてとしてクラスノダール地方の当局者が明らかにしたが、被害状況については分かっていないらしいぜ。イルスキー製油所は5月5日にもドローンによる攻撃を受けていて、この際には爆発と火災が発生しているね。一方、ロシアが2022年2月24日にウクライナへの侵略戦争を開始して以来、戦闘の大部分はウクライナ国内で繰り広げられてきたんだけど、東部戦線及び南部戦線の 1000km 以上に広がった最前線での地上戦の戦況が膠着状態となり、ウクライナ軍が反転攻勢に出ると見られている現状の中、最前線から遠く離れた互いの首都などへの標的に対する空爆がこのところ激化しているんだ。ロシア軍によるウクライナの首都キーウをはじめとする各地の主要都市への巡航ミサイルや自爆攻撃型ドローンなどによる攻撃は昨年から続いているけど、5月30日にはロシアの首都モスクワに対して過去最大の8機のドローンが飛来した攻撃があり、プーチン大統領など高級官僚の公邸があり富裕層が住むモスクワ郊外の高級住宅街が標的とされたよ。ロシア国防省の発表では、ウクライナがモスクワにこれまでで最大級のドローン攻撃を仕掛けてきたが、8機すべてを破壊したとしているほか、墜落した残骸などによって住宅などに被害が発生したとされ、モスクワの他にもドローンが飛来し、その数は25機以上に上ったとする情報もあるみたい。プーチン大統領は、今回のドローン攻撃は民間人を標的にしたものだとしてウクライナを非難する声明を発した上で、ウクライナはロシアとロシア国民をドローン攻撃によって威嚇し、民間住宅を攻撃する道を選んだのであるが、これは明らかにロシアに対するテロ活動の兆候だと述べたらしいぜ。また、ロシア外務省はこの首都への攻撃を受けて、ウクライナに対して最大限に厳しい措置を取る権利を有保していると言明し、ウクライナがロシア領土内への攻撃を仕掛けないとして北大西洋条約機構NATO当局者が保証した話は、完全に偽善であることが証明されたと述べているな。ただし、ウクライナ大統領府のポドリャク顧問は30日、モスクワのドローン攻撃へのウクライナ側の直接的関与を否定したものの、ウクライナは今回のモスクワへの攻撃を楽しんで見ており、今後もこうした攻撃は増えるだろうと予想したことから、攻撃はウクライナが直接実施したものでないにせよ、ロシア国内の反プーチン勢力などに対して自爆攻撃型ドローンを供与するなど、間接的に支援を実施している可能性は高いとする見方が多いね。首都モスクワが直接攻撃を受けたのは、5月初めにクレムリンに対する複数のドローン攻撃があって以来のことで、今回で2回目だよね。アメリカのホワイトハウスは30日、モスクワを狙ったドローン攻撃については情報を収集中であるとした上で、アメリカ政府としてはロシア国内に対する攻撃を支持していないと表明し、今回のモスクワ攻撃を含めて調査を進めていることを明らかにしたよ。また、ロシアのアントノフ駐米大使は、
モスクワへのドローン攻撃についてアメリカはこれを黙認することによってウクライナを勇気づけているとして非難したけど、これについてもアメリカのホワイトハウスは、攻撃を実施した死体についてアメリカ政府は把握していないとした上で、改めてロシア国内に向けた攻撃を支持しない立場を表明しているみたい。ただ、国際社会においてはインターネットなどを通して、隣国を武力でもって侵略し、その首都をはじめとする国内中の都市に民間をも標的とする無差別攻撃を繰り返しているロシアが、自国の首都を攻撃されてそれをテロと位置づけて報復を示唆することは身勝手であり、許すべきではないとする声が多く挙げられているぜ。この状況下において、イギリス国防省が5月31日のツイッターへの投稿で、5月以降のウクライナにおける戦闘の主導権は、侵略側のロシアから徐々にウクライナに移行しつつあり、ロシア軍は侵略目標の達成に突き進むことができず、ウクライナ軍の動きに対応することしかできなくなりつつあるとの見方を示したみたい。そして現在の戦況についてロシア軍は5月だけでも20回以上にわたって、ウクライナの首都キーウを中心に巡航ミサイルや自爆攻撃型ドローンで攻撃を実施してきたが、その目的とされるウクライナの防空システムにおける対空ミサイルの在庫消耗などによる無力化や、反転攻勢用に新編された部隊に損害を与えることは達成されていないとの分析を発表したな。また、ロシアのマキシム・イワノフ議員は首都モスクワが攻撃を受けたことについて、第二次世界大戦中のナチスドイツの侵攻以来、モスクワに対する最も深刻な攻撃であると指摘し、ロシア国民の誰もが戦争という新しい現実を避けることができないと述べて、この侵略戦争に対してロシア国民の認識が変わる可能性があることを示唆しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、ロシア軍によって国土を占領されているウクライナ軍が反転攻勢に転じていることが伝えられているよね。そんな中、2023年6月11日にウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州の南部にある、ブラホダトネと呼ばれている集落を奪還して解放したことをウクライナ軍が発表したぜ。さらにこの集落を解放した部隊の兵士が、集落にあるとされる破壊された建物にウクライナ国旗を掲げる様子を撮影した動画も公開されているね。さて今回はそんなウクライナ軍が反攻開始後、初めて集落を奪還したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナのゼレンスキー大統領が、ウクライナ軍が反転攻勢作戦を開始して進行中であることを10日に明らかにしていたんだけど、それ以降に占領された集落を奪還したことを発表したのは初めてのことで、ゼレンスキー大統領は集落を解放したことについて、反転攻勢作戦において最初に報告された成果であると見ていると述べたよ。またロシアのお雷軍事メディアが、ウクライナ軍が南部ザポリージャ州の集落も奪還した模様であると伝えていて、ロシア軍が強固に構築したとされている防御ラインを突破しつつある可能性が高いと見られているね。ウクライナ軍がドネツク州やザポリージャ州において反転攻勢に出ているのかどうかについては、6月に入ってからロシア軍が盛んにウクライナ軍の攻撃を撃退したとの発表を発信していたことからすでに始まっているとする見方が出ていたな。ロシア国防省ではウクライナ軍による反転攻勢が始まったとして、6月4日にウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部においてウクライナ軍が攻撃を仕掛けてきたことを主張していて、コナシェンコフ報道官が4日にウクライナ軍がドネツク州の南西部からザポリージャ州北東部のノボダロフカの周辺などにかけて5カ所で攻撃を仕掛け、2個機械化旅団の戦力による大規模な攻撃であったが、現地の防衛を担当していたロシア軍部隊が、前線を突破しようとしたウクライナ軍の機械化歩兵部隊6個大隊と2個戦車大隊に対して損害を与えたとして発表していたんだ。同国防省では、最初の戦闘においてウクライナ兵250人以上を殺害して、戦車を16両破壊したほか、歩兵戦闘車3両、装甲戦闘車両21両を破壊して損失を与えて撃退したと発表したことに続いて、SNS のテレグラムにおいてロシア軍は、
ウクライナ軍がドイツなどの北大西洋条約機構 NATO から供与された主力戦車レオパルト8両を含む戦車28両と、フランスから供与された歩兵戦闘車 AMX13 両を含む装甲戦闘車109両を破壊したと主張する内容の投稿を実施して戦果を誇っていたよ。さらに6日になってロシアのショイグ国防相が、過去3日間の戦闘によって、ウクライナ軍がそれまで開始することを公言していた反転攻勢を開始したと見られるが、ロシア軍の反撃によってこれまでにウクライナ軍兵士3715人殺害し、戦車を52両と装甲車両207両を破壊したほか、ウクライナ空軍の戦闘機5機を撃墜したとして、反転攻勢を目論んで攻めてきたウクライナ軍は、大損害を出して目標を達成することができなかったと述べ、自軍の損害については我が軍の損害は戦死者71名、負傷者210名と戦車15両の損失であったとして、ロシア軍の損害は軽微で、戦線を維持していることを強調しているぜ。このようにロシア国防省からは毎日のように攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍を撃退したとして、兵員と装備、特に戦車を破壊した数を中心に大きな数字を公表しており、インターネット上では最前線の兵士が誤認した戦果を鵜呑みにして、それらを精査することもなくただひたすらにカウントして公表していると見られるとして、ロシア軍による大本営発表だと揶揄されるなど、その数字における信憑性が疑われているみたい。完全に馬鹿にされちゃってるね。ドネツク州においては、南部の他にこれまで激戦が展開されていることが伝えられていたバフムート周辺でもウクライナ軍が攻勢を強めているとの情報があり、反転攻勢作戦が開始された可能性はあるものの、バフムートでは、これまで半年以上もの長い間攻撃を継続してきたワグネルの戦闘部隊が撤退して練度が低いロシア正規軍と交代していると見られることから、それまで同志を守備していたウクライナ軍防衛部隊が予備戦力を補充して攻勢に出た可能性が指摘され、今回ロシア国防省が撃退したとしているドネツク州南部においても、西側から供与された戦車や装甲戦闘車両によって新編成された機械化旅団ではなく、もともとそこに展開されていた部隊が戦線におけるロシア軍の弱点などを調査するための威力偵察のような意味合いの攻撃であった可能性が高いのではないかと見られていたよ。その状況下でロシアのプーチン大統領が9日にウクライナ軍の反転攻勢が始まったと確信できる情報があるとして、それが開始されたことと、5日間激しい戦闘が続いているが、ウクライナ軍はどこにおいても成果を得られていないと言及したことに対して、ゼレンスキー大統領が10日にキーウを訪問していたカナダのトルドー首相との会談を報告するための共同記者会見において、ウクライナ軍が反転攻勢に着手していることを認めた一方、作戦の進捗状況やどの段階にあるかなど詳細については話すつもりはないとしていたんだ。西側諸国の当局関係ではイギリス国防省もまた、ウクライナ軍がドネツク州などの一部の地域で前進していて、ロシア軍の最初の防衛線を突破したようだとの分析を公表しているな。11日にはウクライナのマヤル国防次官が、ドネツク州で集落2カ所をロシア軍の占領から解放したと SNS に投稿していて、それによるとバフムート方面でウクライナ軍が攻撃を続けており、11日までに250メートル以上前進したほか、南部では2方面で300メートルから1500メートルほど前進したとした上で、ドネツク州内のブラホダトネとマカリウカの2カ所がウクライナ軍の手で奪還されて解放されたと述べたね。ウクライナ軍からも発表があった。ブラホダトネは、ドネツク州とザポリージャ州との境界に位置する集落で、ロシア軍ではウクライナ軍が反転攻勢を仕掛ける可能性が高いとして最も警戒していた地域にある集落だぜ。奪還作戦に当たったウクライナ軍の部隊が SNS に上げた投稿では、侵略者は最後まで抵抗したが、激しい攻撃に持ちこたえられなかったとされていて、さらにロシア軍兵士6人を捕らえたことも書かれているよね。ドンバス州南部では次第にウクライナ側から集落奪還などの戦果が挙げられて報道されるようになっており、ロシア側からの戦果発表は次第に影を潜めている中で発表されたイギリス国防省からの情報によると、
ロシア軍の一部の部隊は堅実な防御によってウクライナ軍の進撃を食い止めているものの、突破された地域の部隊は無秩序に撤退しているとされ、それらの中には味方が設置した地雷原に迷い込んでしまい死傷者を出している部隊もあるというよ。このおおよそまともな軍隊がすることとは思えない集体について確認する証拠はないものの、ロシア軍の士気が低いことはこの侵略戦争が開始された当初から指摘されていたことであり、昨年9月の部分的動員令によって招集された予備役兵士の士気がさらに低いことも明らかとなっている現状において、一度どこかの防衛線が破られて部隊が退却することで、ドミノ倒しのように戦線が崩壊することが指摘されており、昨年8月から9月にかけて北東部のハルキウ州でウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けた時のように、戦車も装甲車も弾薬燃料も食料までも放棄して全軍が逃げ去ったような戦死に残る階層が、ロシア軍に再び起こる可能性が高いとの見方が広がり始めているね。また、ロシア軍がドニプロ川のカホフカ水力発電所のダムを破壊したことについて、現地のロシア軍部隊が、ウクライナ軍の反転攻勢が始まったとの情報からパニックとなって実施したとの情報もあることから、すでに本国からの指令が届かない状況に陥っている可能性があるとする見方もあり、1年半近くに及んだこの侵略戦争が大きな転機を迎えようとしているとの声も囁かれ始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。